ヒロミシソンヌ長谷川忍スノーマン佐久間大介が悩める人気者たちのお買い物をお司会ダイアン津田はベンツを試乗ヒロミシソンヌの長谷川忍スノーマンの佐久間大介が出演するヒロミのお司会日本テレビ系午後3時4時55分が12月17日に放送される この番組はヒロミがロマンあふれる買い物経験を生かして人生を左右する大きい買い物に悩む芸能人たちにアドバイスしお買い物大好きの長谷川久馬と共に悩める人気者たちのお買い物をお説「買いするを買い物ロケバラエティ」今回のお買い物ゲストは成功者の証高級車メルセデス・ベンツが欲しいダイアンの津田敦弘結婚天々両親へ感謝の気持ちを込めた布団プレゼント 西の財布1点ものもジャケットが欲しい個性派俳優の江本時夫の3人24歳でベンツに乗っていたというヒロミが津田の初ベンツ購入に向けおぶし会さらにヒロミたちを乗せて実際に東京の街で試乗も普段都内で運転しないという津田と3人の男4人がやガやヤガヤドライブも